皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター最終決戦、暗闇の雲。今回はもう最終ボスである暗闇の雲を倒して、こちらを終了していきたいと思います。一応ちょっと見る、レベルは51、ステータスは、まあ、ヒットポイントが2800くらいで、賢者が2500くらい、力は76、これ全部99がマックスかな。力素早さが70、うわ、あでもレベル1、いやレベル1の差でこんなに差がつくわけないよね。やっぱ今までのあれかな、ジョブになってきたものがやっぱ反映されるんで、力と素早さは高い。全体的に1高くね、2が劣化版だな完全に。で3は知性が高いで、4は精神が高い。これはねもう黒魔導士系で、4が白魔導士系を中心に使ってきたので、まあ、今まで使ってきたジョブによって、まあ、やっぱりその同じね、ジョブだったとしても最後がね、まあ、ステータスは変わってくるという特徴があります。では行きましょう、暗闇の雲。ファッ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 ファ、暗闇の雲ではなく X ですでしたっていう、ここも一回見たっちゃ見たんで、あこれは見てないか。光の四戦士だけではない、闇の四戦士。そんなことをすればお前たちは消えてしまう。暗闇の雲って意外に喋るんだな、そんな印象はなかったっけ。なんとデッシュみたいにこいつら炎の中に突っ込んできてんな。闇のクリスタルの力を失った、そんなものはいらん。お前たちを倒し光の力でこの世界を闇に変えてやる、無に変えてやるか。さてとりあえず手裏剣がなくなるまで手裏剣を投げる。で攻撃は何がいいんだ、バハムートかフレアか、ちょっと両方試そう。で初手どうする、これプロテスとか意味あんのかな。プロテスとかでも数ターンで切れそうだからな。7200、9600がめちゃ強い。でもさ今回手裏剣モーション早いけど、やっぱファミコン版のさシュッって投げてヒット数だけこう手裏剣がカタ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 ってなるやつも好きだったんだけどね。で波動砲でいくつ食らうか。あーまあ2発は耐えられんな。じゃあ常に回復していけば全然大丈夫。ってかフレアいくつ当たったのか見てなかったんだけど、もう一回フレア使おう。であとケアルガーが切れるかどうかだな。プロテス貼ってどう、なんか軽減されてるかよくわかんない。もう一回波動砲を先に食らったとしても耐えられる。2100か。で絶対先手が取れればこっちも波動砲しか使ってこないからパターン化できるんだよね。1400か。あやっぱでもナンバー2は死ぬ可能性があるな。どうせ一回ケアルが、いやバハムト一回来ないよ。ケアルがいけるはずだ。回復量いくつだったっけ、ケアルが9999、1200か。なるほど、マイナスが出てんだ。で波動砲自体は確か魔法防御力が高ければダメージ数を抑えられるはずなんで3000か。ケアルダーを、あー全然違う、何気に全然違うな。でケアルが7か。あじゃあいい、両方となよ。あホーリーもいくつとなる、当たるか見てないね。手裏剣これやっぱヒット数か、多分ヒット数でダメージが変わってるね。マックスでヒットすると9999、グッと思う。波動砲が早かった。1900はでも食らわない。1600、ここはケアルが2回で正解だったな。ケアルダを1回2に単独でかけよう。でケアルがこれ1600は死ぬ恐れがある。まだ生きてるか。波動砲早かったか。1500、あ生きてる、死んだと思ったら。で手裏剣は残り5個、いけそうな気はするな。でどうしよう、全体ケアルダナンバーワンが若干減りつつあるからな。ケアルダ3回、まだいける。9999、3と4のケアルガとケアルダを入れ替えれば
なかなかね、ヒットポイントはあるね。手裏剣買い込んでこなかったらちょっと厳しかったな。で、やっぱナンバー2が入ってる。じゃプロテス結構持つね。ヘイストより全然持つじゃん。ヘイスト突然マジで切れちゃうからな。一回バハムトで攻撃。てか、じゃあさ、プロテスやっといた方が良くないか。ちょっと待って。手裏剣、今更感があるな。プロテスでも。いや、ここまで来たらもう攻撃に入ろう。で、ケアルどうするだダンを入れとこう。先に入っちゃう可能性っていうか倒したし、ちょうど手裏剣がなくなるくらい。ってことはヒットポイント、まあ、1回に1万は当たんなかったとしても、まあ、7万8万くらいはあったのかな。違う違う、15個で残りが2個とかだったから、まあやっぱ7万8万10万かな適当ヒットポイント。暗闇の雲、まあ、波動砲だけしか使ってこないっていうのがね、やっぱ攻撃のパターンが分かるのは対策が立てやすい。それに沿って行動すればいいだけだから。で、なんか最後のよくわからない文章が続いてきます。時はすべてを押し流す。夢、絶望、愛、受け入れてはならない。流されてはいけない。そこに見出さなければならない。最後に残った一粒の輝き、すべてを照らし出す輝き、希望。まあ、FF3 もちょっとね、ジョブはいっぱいあるんで、まあ、なんか縛りプレイというか、まあ、それもね、普通に終わった後何かやりたいんですけど、ちょっとアイディアがない。どうやってやっていこうかな。まあ、一つのジョブで縛るのはね、そのさ、まあ、そもそも火のクリスタル以降途中からしか手に入んないしっていうのがあるんで。あ、なんだ、あ、なんだ、左は白がどうかかと思った。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、ナンバーフォー。悲しいな、なんか呼ばれ方がすごいじゃないか。いや、お前らの方がすごいよ。どう考えてもさ、戦闘向きのやつらじゃないのにさ、まあ、デッシュだな。最高の戦力としてもデッシュだけどさ、所詮デッシュじゃん。ありがとう、じいさん。アムロに帰る。あの、送り届けてんのね。まあ、エンディング恒例だよね。みんな、無事だったか？ありがとう、おかげで世界は救われた。この4人のじいさん勇者に任しときな。修行させてやろうって。サロニア、アルス王子、いや、アルス王、あなた方の光の心が世界を救った。ありがとう。あれ、なんでノーチラスになってんの。大戦艦どうした。あとはそこか、浮遊大陸に行くのか。大戦艦はこっちの世界、浮遊大陸は後出す。狭いカナン、俺も降りるぜ。どうしてカナンに。ちょっとやぼよ。あ、なんかいたよね、サリーナ、女の子。あの子に会いに行くのか。お前のことなんてもう忘れてるよ。残念だが、
ばあさん。あなたは誰ですか？もうどこにも行かないで、ずっと一緒だ。若いもんには負けてられん。皆さん、また冒険するときは呼んでくれ。もうダメ。デッシュ、尻に敷かれるなよ。いつでも遊びに来なさい。特製料理をご馳走します。デッシュはただ無職だぞ。いいのか。シドは技術があるからね、なんとかやってけそうだし。サラ姫、もう少し遊んでいたいって。ウルに帰りましょう。まあ一応地域一緒だからね。ウルに行っても別に問題はないでしょう。サラ姫だったら帰ってきた。おかえり。これさ、名前言われるたびに悲しいな。俺たちやったぜ。世界は救われた。てかさ、なんで世界が救われたってわかるんだ。暗闇の雲を倒した瞬間なんか変化があったのかね。世界を闇から解き放たれた光の心のおかげ、ありがとう。光か。クリスタルが元に戻った。闇は下げ、輝きが世界を照らし出す。夜明け。光が溢れてしまった。というわけで、ファイナルファンタジー3、これにて終了となります。まあちょっとね、最後は暗闇の雲戦だけだったので、短くなってしまいましたが、こちらで終わりたいと思います。まあまたちょっとね、FF3 で企画を思いついたら、まあそういったプレイをやっていきたいと思いますので、まあまた良ければ見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。